今回のサポーターはガンバ大阪のホームゲームを盛り上げてくれる2人をピックアップしご紹介します。それではよろしくお願いします。今シーズンスタジアムレポーターを務めることになりました池田琴美です。よろしくお願いします。スタジアムレポーターとはホームゲームで行われるイベントなど様々なところへ出向きその魅力をレポートするもの。めっちゃ美味しい。スタジアムレポーターとしてオファーを受けた時特別な思いを感じたそうで、実はもともと私ガンバサポーターでして、本当にこのガンバが大好きで、まさかそうスタジアムレポーターとしてガンバの魅力を伝えられる側になると思ってなかったので、まずは本当に嬉しかったです。まあ、この大好きな気持ちはもちろんずっと持ちつつ、その私だから伝えられることだったり、このサポーター目線でのこの声っていうのを伝えられるように頑張っていきたいなと思います。そしてもう一人、ガンバボーイと共にスタジアムに笑顔を届けるガンバガール。そんなガールたちを引っ張るのはキャプテンの水木です。3年目になりました。チームの大好きなチームのために一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。4月18日に行われた清水エスパルス戦では30周年記念試合ユニフォームのお披露目がピッチで行われ、水木さん、池田さんがガンバボーイと共に登場しました。懐かしい感じと新しい感じが合わさって、もうサポーターにはたまらないユニフォームになったね。そして水木ちゃんが着用しているのがゴールキーパーのユニフォームです。すごくかっこいいユニフォームで、早くこのユニフォームを着て試合を見たいなと思いました。ちょっと不安で心細かったんですけど、レポーターの池田さんと一緒に楽しくさせていただきました。観客の注目が集まる中、見事大役を終えました。そんな水木さんに試合終了後お話を伺いました。プレッシャーも大きくて不安もあるんですけれども、やっぱりガンバ大阪をもっと盛り上げたいなという気持ちで頑張っております。ガンバ大阪を盛り上げたい、その思いから自ら企画を考案しました。まだ実現はしていないんですけれども、キーステージの動画を SNS に上げたりだとか、あとはツイッターライブなどの案を提出しております。一番最初にそれをこう考えたきっかけになったのは、やっぱりスタジアムになかなか足を運べない状況なので、お家でももっと楽しんでいただきたいなって思ったことがきっかけです。チームの勝利のため、そしてサポーターを盛り上げるため日々努力する彼女たち、最後にサポーターへ熱いメッセージを語ってくれました。制限がある中で暗いニュースも多いと思うんですけれども、スタジアムに来られたり試合を見たりして、少しでも楽しい気分になっていただきたいなと思っております。